Marvelous! どれにいたしましょう。これにいたしましょう。各種音量や操作方法を変更できます。私はいつまでもお待ちしております。これにいたしましょう。忍びの定めは死の定め。影に生まれて影に散る。忍びの定めは死の定め。人の歴史に最悪あり。それは人知の及ばぬ現世の断り。人の歴史に最悪あり。この世界は大規模な天変地異によって幾度も壊滅的な危機に見舞われてきた。しかしそれは天災ではなく邪悪な破壊の意志によるものだった。この大いなる災厄に全てをかけて抗うこと、それこそが現代に生きる忍びたちの究極の任務なのだ。この任務に挑む忍びのほとんどが命を落とす。だがそこに悲しみの涙が入る余地はない。そもそも忍びにとって無事に帰れる任務の方が稀なのである。だから忍びの命は儚い。それは虫けらのような路上の屍。だから忍びの命は報われない。それは誰も知らない名もなき花。現世に漂う忍びの魂は何を思う。志半ばの無念か、残した者への未練か、それとも「これより始まる物語は忍びの魂を鎮める祭り、鎮魂の宴の記録である」。聖火の宴の果てに裏若き忍び学生たちは何を見るのか。何を感じ取り何に涙するのか。それはまだ誰にもわからない。夏来たりて宴咲き染める。その宴楽しからずや。
何よこの声。リョービちゃん、こっちこっち、こっち見て。こっちこっちじゃない、あんたなんて格好してんのよ。ったく、で何が見えるのよ。よひりょうれんかかやむよしみのほう、よひりょうれんかかたいれんみはみのいりょう。よひ忍び結界を張って何をやってるのかしら。あの日の中に飛び込んだら絶対絶対気持ちいいよね。だからバカ。願わくば別の場所、別の時代、別の時間において幸せな人生を。リョービちゃん、あれ？お姉ちゃん？リョーキよ、おう、お前たち。ヨーダ！お姉ちゃん！気持ちよくて忘れてた。
ましょうね。でもどっちに行けば戻れるんだろう。ほら見て、あっちに光が見えるでしょ。きっとあそこよ。本当だ、あそこにさっきの光る棺桶があるんだね。でもどうして姉さんが。絶対生き返ったんだよ。もう細かいことはいいから早く会いに行こう。なんでもないわ。何か来たわよ。構えなさい、魔界犬。悪の誇りを舞い掲げるわ。踊って。
よかった。見たことのない忍びたちだったけど、どうして襲いかかってきたんだろうね。まあいいや、今は絶対それどころじゃないもんね。よし行こう、ビョービちゃん。はあ、なんか乗り気じゃない感じだね。本当にどうしたの。病気お姉ちゃんに会えるんだよ。うるさいうるさい、そんなことは分かってるって。このメス豚、そっか、りょうびちゃんは病気お姉ちゃんを前に緊張しているんだね。だったらりょうなちゃんが緊張を解きほぐしてあげる。ね、せーの、こちょ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 。ちょっとやめなさい。くすぐったぐらいで解決する問題じゃないんだから。だったらどんな問題なの。それは心の準備よ。胸にパッドを入れているのを良きお姉ちゃんに見抜かれるのが心配なんだね。はあ、そんなわけあるか。つまんないこと言ってるとぶっ殺すわよ、この豚クズカス。ああ、いい感じ。もっと怒って怒って。たく、そういう変態チックなところ姉さんには見せないでよね。絶対にいい顔しないから。そんなことないもん。良きお姉ちゃんはりょうなちゃんのこと大好きだもん。りょうなちゃんのこと好きだって何度も言ってくれたもん。あんたがそんな調子だと姉さんだって梅酒みたいに顔をくしゃくしゃにしてドン引きするわ。おいおい、それを言うなら梅酒じゃなくて梅干しだっての。りょうびちゃん、その一人ツッコミ一人ボケはやめた方がいいよ。特に病気お姉ちゃんの前では。うるさいうるさい、とっとと姉さんを探しに行くわよ。病気お姉ちゃん、絶対会いに行くからね。姉さん、今さらどんな顔で会えばいいのよ。りょうなちゃん、お久しぶり。それは永遠に忘れない。
お姉ちゃん生き返っちゃいました。永遠に忘れることができない奇跡のような8日間、始まりでした。どこかの遠くにあるという天国みたいな島でも足りない真夏の太陽、輝く青い空、澄み渡る青い海、ヤシの木も